水古伝の召喚図召喚図は中国の伝統的な凄ろくに似たゲーム。各マス目に感触が記されており、四面の熊を回して出た目に従って、マス目を移動し、高い感触につくのを目的とする。日本の現在の凄ろくが出た目の数だけ進むのを基本としているのに対し、召喚図ではどこからどこへ行くかは各マス目の指示を見なければわからないところに特徴がある。 中国の伝統的なすごろくとしては他に、螺旋型に進む、コローンがある。召喚図は専用の番と専用のコマを使用する。各競技者が交互にコマを回して、番の指示に従ってコマを移動させる。番には一番下の白鳥から一番上の大師、王の保つ、大夫までの感触が書かれており、それぞれの官の名のもとに、どの目が出たら、どこへ移動するかが書いてある。 おおむね中央に行くほど簡易が高くなるように書かれているものが多い。召喚図の原型と思われるゲームとして、最先角、綾尖角などがある。宋代の文献によれば、このゲームは旧世紀前半の李が発明したという。太平洋気の引く、官邸録によると、このゲームは、洋子とも呼ばれたという。理と、ほぼ同時代の傍地里に、最先角女という文章があり。 それによると、改正3年にこのゲームを遊んだが、変わる変わるサイコロを投げて、出た目に従って出世して、食感が変わるものであったという。坊地里はこのゲームに使われた67種の感触を、記している。壮大にも、様々に手を加えられたものが遊ばれていた。そのうち、関大の感触をもとにした、龍明、官々義が現存しているが、各会議ごとに、 何の目が出たらどこに行くかが書いてあり、2個のサイコロを振って感触を変わるほか、複雑な規則のある賭博であった。17世紀初めの構造組によると、召喚図と同行異局の戦線図や戦物図というゲームがあったと言う。戦線図についてはすでに宋の力予てる、ダバズジョで言及されており、運任せで技巧の働かせようのないゲームとして批判されている。朝鮮では、 寸行度と呼ばれ、駒ではなく、雲クと呼ばれる五面の棒状サイコロを使用する。各面は、刻み目の数で区別し、雲ノりと同じ名称で呼ばれる。最高簡易の領義性に上がるのを目的とするコース、他、いくつかのコースに分かれる。日本の S56 の先祖とされる、仏法 S56 は、すべてのマスに、目ごとの行く先が書いてあり、合造組物図に由来するという説がある。 召喚図に使うものと同様のコマは世界中に分布する。イギリスのティートータムやハヌカワで使用するドレードルなどがよく知られる。日本でもお花ドクラクという同様のコマがあり、賭博に使われた。ありがとうございます。